はい、どうも、コミです。さあ、今日はつむぎ組からですね、久しぶりに収録してます。1週間ぶりぐらいかな。ちょっとこの1週間日本に帰っていて、仕事でね。で、その間取り留めたものをこう見てもらったんですけども、実はね。なんですけども、今日からまたドイツに戻ってきて、ね、収録をし始めてます。ということで、今日はですね、トツアチャーですね。前から、復活してきてるよっていうのは何度も言ってるんですけど、どうやらね、復活してきている今の環境、もしかすると前よりも強くなってんじゃないかな、みたいな、感じがすごいするんですよね。そこを今日は見てもらいたいと思ってますので、14の方、でもね、15を全開できるトツアチャーあるんですよっていう、そういう発見だったり、当然15の方は同じことだったらもっとね、同じ、もう同格同士だったら強くなるんで、今日はタンホール14、15の方向けに、めちゃくちゃ強いトツアチャーのパターンっていうのもね、見てもらおうというふうに思ってますんで、最後までご覧いただきましてなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、行ってみましょう。これですね、正一さんが攻めてるこの村、完全に15ですね。ゴリゴリの15なんですけども、アカウントは、これ14なんですね。ヒーローレベル見てもらうとよくわかると思います。ペットもみんな14のペットですよね。で、よくやる、バルーン当ててからの突撃艦タイプのアチャなんですけども、バルーンで投石機まで狙いながらストライカーにも投網をかけて相手のロイヤルチャンピオン潰しながら投石機を潰す。で、ここですね、この部分。ここが、罠があまり置かれてなさそうな部分になってるので、そこに落としていって、インビジブルからの、レイジクローンインビジブルと連打していきます。で、少しね、インビジブルとレイジのタイミング、2個目のレイジ、違うな、レイジのタイミングを少し遅らせているのは、これね、インビジブルタワーがあるので、あんまり早めにこう、レイジを打ってしまうと、レイジの効果に乗っている状態でタウンホールが隠れっぱなしになっちゃうんですね。そうするとタウンホールだけ残っちゃうっていうケースがたまにあるので、少し遅らせてるっていう感じですね。これ、投石は壊しきれなかったですが、ダメージ入ってるんで、しょうがないかなっていうぐらいのところだと思います。本当は多分これ壊したかったと思いますけどね。モノリスが出てくるところでしっかりアイスゴーレムを使って盾を取ってあげて、アイスゴーレム2体目を追加ですね。キングとクイーンパートでこのイーグル砲の方をまず狙っていきます。これがめちゃくちゃ重要で、イーグル砲をなるべく早く壊さないと、ヒーローたちがダメージ結構受けるんですね。もうキング速攻で今これやられちゃってるじゃないですか。こんな風になっちゃうので、イーグル砲をなるべくスムーズに壊せるようにヒーローをその方面から入れていくって感じですね。この下方面から流していくと、こういうもうストレートショカーにね、時間取られてるうちにイーグル砲でゴリゴリ削られちゃうので、そうならないようにしていくっていうのがポイントです。相手のアーチャークイーン、本当はこれ味方のアーチャークイーンで処理したかったんだと思うんですが、ここですね、ちょっと処理しきれなかったですね。これクロークも吐かされちゃってるので、アーチャークイーンが生き残っちゃいます。ただこっからなんですね。強いのがね、こいつなんですよ、このアイスハウンド。これがすごくいい仕事をします。もうなんていうのかな、このトツアチャーラバルをするんであれば、ほぼほぼアイスハウンドは確定と言ってもいいぐらい入れた方がいいユニットだなっていうのをね、この攻め見て改めて思い直しました。昔そう思ったんですけどね、最近使ってなかったんですけど。はい、アイスハウンドを入れることによってどうなるかっていうと、バルーンほぼほぼ落とされるんですよね。落とされるけど、これクイーンがアイスハウンドを倒した後にパピーが出るじゃないですか。このパピーでほらこう止めて、さらにパピーがアーチャークイーンの攻撃力を遅らせながらこう殴っていくんですね。こういう風にわかるかな。これね、攻撃力遅くなるんですよ、攻撃が。でこの間にパピーが全部アーチャークイーンを殴り倒しちゃって、そのまま全開まで持っていっちゃうっていう形です。これタンホール15っすからね、ゴリゴリの15をやっぱり14で取れちゃうっていうのは、ものすごい大きなアドバンテージをやっぱ取れる戦術なんだなってのをね、トスアーチャー改めてこう思い直させられるというか、罠がないことをしっかりこう見計らって使っていくことができる秘書権のアタックであれば、もうかなり、トスアーチャー1本とまでは言わないけど、相当なところをトスアーチャーで取っていけるんじゃないかなと思います。ちなみに、持っててる援軍の中身ですね、スーパーアーチャー3体の、なんだっけこれ、スーパーボールブレーカーかっこいいですね。スーパーチャンスさんとのスーパーボールブレーカー1体、クローンが2枚で、レイジ、インビジブルということで、全部トツアチャに呪文を使っていくということですね。いう感じのアタックになっています。さあですね、タウンホール14同士もちょっと見ていこうかなと思っ
ています。これですね、スイカップルさんのアタックになるのですが、結構これはなんていうのかな、突アジャをする上で覚えておくべきポイントがたくさんあるというか、ラバ突ってやつですね。これラバハウンドに突を打って、で相手のロイヤルチャンピオンを中心に投石機も一緒に、止めれたんで止めちゃったって感じでしょうね。投石機は最悪止めなくてもしっかりと、ロイヤルチャンピオンさえ止めれればよかったもんだと思います、ここはね。で、ラバトスからの一気に、トサーチャを発言させていくというところですね。で、これがね、本気で、まあ、すげえなというか、こういう海王陣だからこそこれができるんですよね。もうちょっと遠い方にあったりするとなかなかこれやりにくいんですけども、タンホールがど真ん中にあるこういう回廊って言われるタイプの、配置に対しては、めちゃくちゃこのラパトスだったり、あとは、バルーンとかロケットバルーン、方法を使いながら、それでこう突撃化を守っていくタイプの、アチャが見られます。で、フリーズを1枚に持っていったがために、インビジブルの呪文1枚分少なくなってますけども、タンホール15でも十分それでアドバンテージが取れますんで、タンホール14であれば、余裕でこういう風にね、主要な防衛ゴリゴリ削ることができちゃうというところです。その分、援軍の処理はタイタンですね。こいつに任せていって、ポイズンは持っていかないと。バーバリアンのタイプですね。しっかりとババを外周方面出していくんですけども、それを使ってキングクイーンを生かしていくと。で、グランドウォーデントーム使ってないんで、リクパートにつけてフィストを使うタイミングでトーム発動するっていう感じですかね。にすると、フィストで増えたバーバリアンがめちゃくちゃね、無敵状態で暴れまくっちゃうという、形になりますので、もうそれで大きなアドバンテージが取れるってことですね。で、ロイヤルチャンピオンはまだ使っていません。で、スーパーバーバリアンは、なるべく、キングクイーンパートには使わない方がいいかなと、個人的には思います。結構、スイカフルさん今使っちゃってますけど、これね、僕も試してみたんですけど、ロイちゃんのサポートにね、特に終盤で使っていくのがすごくいいかなと、個人的には思っています。今、どういうことかっていうと、ロイヤルチャンピオンを打ち込むまでっていうのは、キングクイーンパートっていう風に見るんですよね。で、キングクイーンでなるべく削りに削っており、今で言えば、このあたりですね。このあたりっていうのを、ロイヤルチャンピオンで削っていくんですけども、そこでスパパパをガガガガッとこう入れていくんですね。そうすると、ロイちゃんに対するダメージが、ほとんど入らなくなってくるのと同時に、まあ、スーパーバーバリアンそのものが攻撃力高いので、それで一気に削っていってくれるという形が作れます。ですね、だからキングクイーン、トスアチャを使った後は3つに分かれる感じです。キングクイーンパート、ロイヤルチャンピオンパート、スパババパートっていう風な感じで、この順番でこう分けて使い分けるようなイメージですね。分けて使い分けるようなイメージなんだけども、ちゃんと連動させていくっていうことが必要になってくるんで、まあ、そこら辺はちょっとね、こうやり込んでみないとなかなか感覚つかめないと思うんですけども、この3つのパートがあるっていう風に理解していった方がいいです。よくやっちゃうのが、キングクイーンパートとロイちゃんパートにスパババを混ぜてこう2パート扱いにしちゃうっていう攻め方をする方も結構いると思うんですけど、それがダメってわけじゃないんだけど、僕は3つに分けて考えた方がむしろうまくいくというふうに思っているって感じですね。はい、ではラストです。あ、もう15も、やっぱり15対15でも出るんですよね。これは、エアスイーパーがダブルで向いている方からバルーン当てて若干こう角度をつけて、突撃感を出していきます。バルーン結構打ちましたね、これ10対12、3体ぐらいかな。で、突撃感を斜めに入れることによって、多分この辺に分かんないけど、トルネードトラップとかよくあるから、そういうのを多分避けたんじゃないかなと思うんですよね。で、この真ん中のこの隙間ですね、ここにアーチャーを入れていきます。トルネードトラップここにありましたね。はい、多分これはトルネードを警戒しての斜め入り、初見のプレイですね。で、援軍は、ラバハウンドとロケットバルーンしっかりアーチャーでね、こっちの角の方に釣っているってところも見事ですよね。こういうところもやったーさなんでマジで抜け目がなくて、でしっかりとインビジブルの呪文1枚もこれ以上いらないなというところを見計らって、アーチャークイーンプラスタイタンで援軍を処理していきます。うまいですね。アーチャークイーンの体力は満タン、タイタンが若干ダメージ受けてますけど、まあまあこれくらいであればね、援軍処理用と思えば、まあそんなに大したダメージでもないでしょうね。で、後ろからはミニウォーデン、なんだっけこいつ、ミナライウォーデンかですね。しっかりここも削ってですね、こういうとこもうまいですね。ここをちゃんと削っておくことによって、スパババを使ってね、中の投石機とかロイヤルチャンピオン、グランドウォーデンの像のところにきちっとキングを誘導していきます。で、タウンホールを取るわけなんですけども、ここですね、削りに削りを入れていって、この隙間からこうね、アーチャークイーンが入っていくように仕向けていきます。これ別にババキンがもうタンホールのとこで落ちるのは分かってるんで、あえてそこに入れていかないって感じですね。で、
あ、入れてかないっていうか、あの要は こっち側からロイちゃん出さないってこと、ごめん入れてかないってロイちゃんを入れてかないってことですね。でロイちゃんもその代わり上から来るんですね。時間の面もあるので上側からと下側からキングとクイーン、ロイヤルチャンピオンでこう挟み撃ちするような感じですね、相手のババキンのこの辺を。で、今見てもらって分かったと思うんですけども、アイスゴーレムを当てたりスパパパをここにブワーッとこう当てるんですね。そうすることによってやっぱロイちゃんに入るダメージがなくなるんで、今頃シールドを打つ余裕があるんですよ。でインビジブルもこの通りと、時間も余ってっかってどうやっちゃってますね。クロスにめっちゃ打たれてたけどね。ロイヤルチャンピオン。まあ楽勝ですね。はい。というような形で、どうでしょう。イスドヤの頃の、スパーチャよりも今の方がなんか強く見えません？本当に。やっぱりトツアチャに対する警戒っていうのが、まあ、だいぶ薄れたんですね。この6月、23年6月のアップデートで、突撃艦も含めた突破兵器から出てくるユニット その出てくる速さがすごく速くなったんですよ。でこれによって、いろんなね、罠を踏みやすくなっちゃって、でアーチャーとか、まあ、スパーチャーとかスパビズがすぐにやられちゃうっていう状態になっちゃってる。まあ、これのこのアプリの影響で突撃艦戦術が一旦ガクンと減ったんですけど、今ね、そういう配置が増えてきている中だからこそ、こういうバックワード取れる突撃艦戦術っていうのが再び使える環境になってきてると思うんで、この機を逃さずにね、今苦労してる方はぜひ突撃艦戦術バシバシ使って気持ちいい前回をね、ガッツリ取ってもらえたらというふうに思います。はい、ということでですね、今日はさらに強くなったんじゃないかと思う突撃艦アーチャー、これ見ていきました。どうでしょうか。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴どうもありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。